元気ですか？本日も突然にですが、こんばんは。公園じゃない時にショールーム来た。そうですよ、公園じゃないですけれども、今日こんばんは。 X でひーちゃんの画像見てました。あら、タイムリー、嬉しいです、ありがとうございます。寝落ちしかけてた、助かった。お、起こしちゃった、起こしちゃった。あら、嬉しいって言ってくれてる、ありがとうございます。涼しくなってきたの、元気です。私も元気です。そう、今日元気です。お風呂入る前でセーフ、引き止めちゃってる、さっきから。私、明日肌寒いから長袖。あ、明日寒いんですか？そうなの？でも私もちょっともう衣替えしちゃいましたね。何着か半袖は残してるけれども、結構衣替えました。だからなんかもういつでも寒くなってもらってって感じです、今。ひろちゃんコンサート、ダンスと歌声が完璧でしたね。お、嬉しい、ありがとうございます。そう、コンサートのね、お話できてないなって思ったし、コンサート話もできたらいいなと思いながら投稿する。カメコ写真選んでて、あ、ありがとうございます。コンサートたくさんね、カメコさんが写真撮ってくださってて、すごい嬉しかったです、ありがとうございます。上手ですね、本当に写真。ひろちゃんミスコン出てたら圧倒的に優秀だ。本当？1位でも結局決めなかったんだよ。決めないって話な。みんなでも可愛かったな。私はコンサート、お昼公演のコンサート、文化祭がテーマのコンサートだったんですけど、そう、それでね、ユニットのミスコンのやつで司会をさせてもらいました。みんなびっくりしたのかなって思ったりしながら登場していきましたけど、急に出てきた、びっくりしないかなと思いながら。そう、最近寒いからさ、意外とね、長袖が必要なのよ、意外と。あら、ミラーボールだ。募金お疲れさ、あ、ありがとうございます。今日はね、赤い羽の共同募金活動に参加させていただいておりまして、そう、一日局長を務めさせていただきましてね、募金活動をさせていただいて、たくさんの方がご協力しに来てくださったおかげで、そう、ありがとうございました。皆さん、今日は平日のお昼にその活動をさせてもらったんですけど、そう、お昼の時間帯だったから、お仕事のお昼休みで今来てますとか、ちょっと今お仕事ちょっと抜け出してるみたいな方もいらっしゃったり、そう、たくさんの人が平日なのにね、来てくださってて、ありがたかったですね、ありがとうございました。そう、ファンの、そう、 HKT を応援してくださってるから、方たち
まあたくさん来てくださったんですけど、その他にも普通にねこうやって募金をしに来てくださった方もいて、なんか嬉しかったですね。そう、初めて HKT 見たっていう女性の方がこうやってじーっと私たちの方見てくれて、可愛いねってただそれを伝えてくださって、なんか嬉しいですね、そういうのも。コンサートの話、話したいこといっぱいあるね。わかる、私もいっぱいあるもんね。ミスコン、みんなね可愛かったですよね、ドレス姿で、真っ白なねドレスを着てみんな可愛かった。その中私は一人でオレンジ色のセットアップのスーツみたいなやつ着ました。人参みたいな色、人参上下に司会しました。こんにちは。司会は、司会超超可愛かった。本当司会可愛いんかなあれ。優しいですね、面白い。スーツオレンジなのがなんというか怪しかったよねって。面白い、確かにおもろかったです。でもなんか文化祭をすごい感じましたね。なんかわかんないけど、ああいう賑やかな文化祭は経験したことないから全然わかんないんですけれども、なんか学校の文化祭ってこんな感じかなってなりましたね。すごい本当に文化祭した気持ちです。私たちはユニットコーナーがめちゃめちゃ文化祭すぎて超楽しかったです、ね、あの司会は急遽だったの。あ、そうなんですよね。実はね、そのオレンジオレンジスーツ、そのミスコンの司会は最初はね、そうな、司会じゃなかったんですけど、出るってなってなかったんですけど、そうリハーサル、コンサートのこうやって構成作ったりリハーサルをするときに、私ユニットでダンスコンテストに出させていただいたんですけど、そうそう、それでこうやってみんなでダンスコンテストでチームごとだったり、一人でもねダンスを踊らせていただいたんですけど、それの振りが振りをそのチームごとで一緒に考えるっていうやつで、そう構成とかもね、立ち位置っていうかフォーメーション的なのとかのとかダンスの振りとかみんなで考えるってやつで、そうそう、それのだからダンスコンテストの人たちは、じゃあ振り、じゃあこの時間にみんなで考えてくださいってなった時くらいに、演出家の方が今時間あるって言われたので、あ、ありますってまあ今から振り作るけど、まあ時間まだその曲通さないしなとか思いながら、あります、大丈夫ですよって言って話を聞きに行ったら、恋愛総選挙の司会をしてほしいってそこで言っていただきまして、おお、私司会、あ、そうなんですねってなってあ、私が司会する、あ、なるほどってなって、わかりましたってなって、そう突然お願いされたので、そんな感じで、あ、わかりましたみたいな感じになって、それで出させてもらうことに決まったんですけど、でじゃあ恋愛総選挙のリハーサルするよってなった時に、じゃあそう司会だけかと思ってたので、最初喋る、なんか仕切るみたいなと思ってたら、じゃあここ踊ってとかなって、あ、私も、あ、踊るんですねみたいな感じになって、あ、じゃあちょっと振り覚えなきゃってあたふたしてたら、周りの出演するメンバーの方はもうあらかじめリハーサルの時はね覚えてくるので、やばい、私わかんないってなりながら、
そう必死にあたふたついてって、でそしたらじゃあここはじゃあ一人で歌いますとかなって、どんどんなんかどんどん増えていって最終的に一人で歌、一声で歌うところもいただいちゃってって感じですねそうバタ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 というか、そう最初はねなかったんですけど、そういう風になって、もうあ分かりましたみたいな感じになりながら、そう決まったって感じですね面白い。そう私もびっくりしちゃいました。あ一人でも歌っていいんですかっていう、だってあの私ダンスの方のユニットがあったのでってなりながら、じゃあ歌ってなったから、はいみたいな感じでなりながら、いつの間にか最終的に真ん中で歌って踊ってました。派手なジャケット担当ね、ちょいちょいあるよね私って。本当に春コンはさジャージになったりさ、ジャージもしたし、あのハロウィンのやつもさなんかネクタイみたいな、でっかい蝶ネクタイみたいなつけてとかしましたね恋愛総選挙。そうそれで一人で歌わせていただいたパートがあるんですけど、そこをねなんか良かったってザワチがすごい褒めてくれて、すごい嬉しかったです。緊張したので優しいなって思いました。そう今日のね募金活動は大人列車の衣装をお借りしまして、大人列車の衣装着るの2回目なんですよね。嬉しいですね。オレンジが似合ってた件について、似合ってた、似合ってたな（笑）おもろいな。そう服衣装着た後に自分で全身で鏡見た時に面白かったです。なんかうん誰と結局やっぱ原色のスーツだったのね、セットアップ目立ってたとか、ハキハキしてましたよね。ありがとうございます、褒めてくれて。スーツは私服じゃないです、私服じゃない。オレンジスーツはどこの誰のだったの、わかんない
嬉しい、声がよく合っててよかったよって。そう、なんかセリフ、曲中のセリフがあったりだったので、そう一人で歌わせていただくところもあったし、めっちゃ緊張しました。そう、アーカイブでね、無料で見ることができるので、ぜひまだ見てないよって方がいらっしゃったら見てみてください。コンサートふふ20回はソロパート見てくれたみたい、ありがとうございます。ネクタイの衣装良かったねって、ずっとネクタイしたか。おお、確かに確かに確かに、オープニングも制服、みんな制服にジャージだったんですけど、制服ジャージもネクタイだった。私確かに大人列車の衣装は誰の衣装だったの。あ、そう、今日の大人列車の衣装はラブタンさんの衣装をお借りしました。そう、やっぱり嬉しいですね、こうやって歴代の先輩方が着てらっしゃった衣装とかを自分たちが着させていただいて、こうやって活動させてもらっているのすごく嬉しいです。周年でも決め、まだ周年わかんないから、何どんなことするか、周年もコンサートが決まりましたし楽しみですね。どんなことをやるのかまだみんな何も分かってないんですけど、すごく楽しみです。私たち6期生は周年、あのこうやってメンバーの方たちとこうやってお祝いできる、皆さんとね、ファンの方たちとも一緒にお祝いできる周年は次で3回目になりますので楽しみです。トマト食べれる？トマトめっちゃ好きです私。一時期トマト、なんかトマトはずっと好きなんですけど、一時期この普通のこのトマトあるじゃないですか、こんぐらいのあれをもう切らずにあのかぶりついて食べてましたね。前までプチトマトとかはめっちゃポッポッポンって食べてたけど、もうかなりハマってた時期は丸ごと一個をかじって食べちゃってました。さすがにちょっと大雑把すぎる、なかなかいないんじゃないかなとは思うんですけど、かぶりつくの。そう、ソロダンスはね、すごい私ダンスの振り考えるのがすごい苦手なので、なんかポンポン思いつくタイプの人じゃないので、すっごいめっちゃ迷ってはどうしようと思いながら、結構レッスン上で一旦ソロダンスをするだけの時間とかあったりを考える時間、どうやったらいいのになるかなって思って結構時間をかけたので、そう家でもね、なんかいろんなダンスとか見ながら、そういろんなのを参考にさせてもらいながらずっと考えてってやってたけど、結局めっちゃ多分合計したら結構ずっと考えてたかもぐらい考えましたね。だからポンポンって振りを考え、すぐ考えられる方はすごいなと思いましたね。やっぱりダンスの先生はこうやってパッとすぐね振りを、やっぱりずっとやっぱ先生だからできちゃうじゃないですか。やっぱりそれ、そういうのを見ると改めてその自分がそうやって考えるってなった時にできないから、そこでまた改めてやっぱりすごいなって思いますね。
そうポニーテールはそのダンスのためにポニーテールにしました。あの私のそうソロとかもだし、チームごとにやるダンスの振り的にもそうそうポニーテールした方がなんか髪の毛それの方が多分踊りが映えるなと思ってポニーテールにしました。普段はね下ろしてる髪の毛とかが好きなんだけど個人的には私は。ビーバーさんありがとうございます。え嬉しい。ぶっ倒れるまでの煽りも良かったってありがとうございます。嬉しいですね本当に。そうぶっ倒れは以前コンサートで1番を6期生でぶっ倒れるまでさせてもらって、2番は先輩メンバーがこうやってぶっ倒れるまで歌うって踊るっていうので披露したことがあって、 その時にさーちゃんと一緒にねそのぶっ倒れさせてもらって煽りもさせてもらったりとかしたんですけど、そうだからその時毎回できるものってはないのでそうまた一緒にできたらいいねっていう気持ちはあったんですけど、やっぱりねそんな簡単にできるものではないと思っていたので、こうやって今回はそうねねさんとあきさんと一緒に並んでそうできたのもまたねさあちゃんともね一緒に並んでぶっ倒れできたのはすごい私的にはすごく嬉しかったです。それでそうあきさんがあの煽りは二人でやっ入れなって言ってくださって、そう二人で煽りを今回は任せていただいたんですけど、そういつもね、あきさんだったりねねさんだったりすごい盛り上げてくださる煽りをしてらっしゃるので、だからねやっぱり私たちもそれと同じぐらい会場盛り上げれるようにってしようっていう話をして、そうだから結構二人で考える時間もあったりとかしましたね。そう電話しましたもん、さあちゃんが言ってくれて今時間大丈夫って聞いてくれて電話してこれはこうしようとか決めてみたいな会議しましたね。そうだから嬉しかったですね個人的には。それがそうなかなか任せていただけるところではないと思うので、任せていただいたからにはね一緒に盛り上げられるようにって、そう本当にもう隣にはあきさんもねねさんもいらっしゃったのでやっぱり気合は入りましたね。Gメール今月も契約して ありがとうございます。そう今日からまた10月なので、そう今月もぜひ皆さんよろしくお願いします。思い出が増やせるように。こんばんは。
誰かにアドバイス聞いたりした？ソロダンス。あ、そう、私本当に不安だったから、ずっと私に大丈夫かなと思いながらさせてもらったので、そこをで自分で考えるってのもなってたから、まあ、どうしようと思って、なんか振りがまとまらないままで、周りはやっぱり上手い方がいっぱいいるから、それに圧倒されすぎちゃって、あ、もうできないって思っちゃってあ、もう無理かもしれないって何回か思っちゃって、そう、それでそう何回も、あのさあちゃんはチーム違うんですけど、さあちゃんにお願いして、え、ちょっと変かどうか見てほしいですってお願いしたら、そう、ユニットもね同じ曲出るわけじゃないのに見てくれて、そう、ずっと見てくれてたし、実寸、レッスン場じゃなくて普通の本番と同じあの広さの場所でリハーサルした時も、わざわざ私がそこ気に、そこをねずっと不安がってたから、ずっとで、これで大丈夫かな大丈夫かなってずっと言ってたから、その実寸のリハーサルの時も、あの、そう、あの、私が気にしてたから、そう、わざわざあの実寸リハの時に前から動画撮ってくれてて、私、そう、実寸の時あの前からさ見て動画撮ったんだけど、こんな感じだったよって、よかったよって言ってくれて、そう、だからさあちゃんにすごい見てもらってましたね、ずっと、どうって言って助けられました。いつもダンスとか分かんなくなったら結局頼っちゃう。そう、聞いて大丈夫だよって言ってくれて、大丈夫なんだって思えてって感じだから、本番前も形おかしくないとか見てもらったりしましたね。そう、私がずっと不安でうるさいから付き合ってくれてました、ずっと。うん、よかった、あおり、よかったってさあちゃんにも言うとこみんな褒めてくれたよって。嬉しい、あなたたち二人本当かっこよかったわよって、嬉しいです、本当に。そうだ、あのチーム曲ロンリーサブウェイ、チームメイチはロンリーサブウェイを初披露をお昼公演でさせていただきました。どうでしたか？そう、初めて披露だったからどうでしたかと思いながら、そう、チーム曲はキャプテンとペアになる場面が多くて嬉しかった。そう、あの今回はのロンリーサブウェイの歌割りがアキさんと同じで、そうなんですよ、だからあのペアのところがで一緒に歌うところが多かったってことです。そうなんです、そう、だから
多分ようやく初披露で、私の多分あの音では多分聞いてくださった方多かったと思うんですけど、こうやって披露したことはまだずっとなかったから、私がどこを歌ってるのかとか多分気になってた方多いかったりするのかなって思うんですけど、この間の初披露で判明できたのではと思います。判明できました？そんな話してたらひんめる。時差がある。なんだかんだ言っても歌もダンスも煽りも思い切りが良いところが好き。ありがとうございます。ね、支え合いというか支えられていますね。私は支えられてばっかりです。そう、そのソロダンスをしばらくそれだけのために時間ずっと結構ずっと鏡に向き合ったってさっき話してたんですけど、本当はその日さあちゃんとコンサート、お昼も夜公演も全部通そうってしてレッスン場に行ったけど、そう途中で私がなんかもうそっちばっかり不安になっちゃって、そう、それの時間めっちゃ使いました。うん、嬉しい。ロンリーサブウェイかっこよかったよって。2番の歌わりは分かってたけど1番分かんなかったから謎が解けた。きゃ嬉しい。2番はね、歌2番の一番頭のところですね、最初のところ。1番は2番は常識のレールウェイのところで、1番はもっと上手に年を取れたらいいのにでした。本当はそのね、あの初披露でさ、これ知った方がいいかなと思ってずっと言わなかった。ね、ケーキ食べながら見てる。ケーキ食べたくなっていました。私は今ロールケーキが食べたいな。普通のクリームがいっぱい入ったやつ、白のチョコじゃなくて。私休めてます。休めてますよ。ありがとうございます。心配、ご心配させちゃって逆に申し訳ないです。ね、寝てます。めっちゃご飯も食べますし寝てますし元気です。
ありがとうございます、心配してくれて。ロールケーキ丸かじり、そんな夢みたいなワードが目に飛んできました。一番好きなケーキは、昔はめっちゃチーズケーキが好きで、でも今はそこまでで、今は結局何周も回ってショートケーキかなそう、結構昔はチョコ系とか好きだったけど、結局普通のシンプルないちごのショートケーキかな。あ、ミルクレープもめっちゃ好きです。そう、結局ね、あの普通の白色に戻ってきました。モンブランとかもめっちゃハマってる時あったんですけどね、もう通り越しましたというか多分全部好きなんですよね、何でも食べ物に関して。たけさんありがとうございます。ティラミスもね好きだったんだよね全部一旦好きになって通ってる。まあタルトもねいいよね、でもなんかやっぱスポンジのケーキが好きかな。わ、レアチーズケーキもねめちゃめちゃ好きだった。枝豆はね最近食べてないけど、まあ枝豆はずっと好きですね。スイパラ行きたくなる。私スイパラなんか結構私たちの中学校の時とかは本当にみんなお休みの日にスイパラ行ったよとか話よくめっちゃ耳にしてて、多分中学校の時代がすごい周りで流行ってたんですけど、結局私行ったことないんですよねそうで何回も行ってみたいなってなったけど、そう結局行けずじまいで今に至ります。だからそう行きたいな行きたいけど、そんななんかいっぱい食べれるかなと思いながら。もしいつか、わかんないけどね、なかなかどうなんだろう、誰か行く人がもしいたら行ってみよう。ゆいなと行くしか。ゆいなね、そう、文化祭のコンサートはそうユニットごとでめちゃめちゃ文化祭だったじゃないですか。それでその6期生のちびっこちゃんたち、もうちびっこじゃない亡くなってきてるけどね、みんな大人になってるから、そう、あのいくのちゃんとひなたのはんちゃん、ゆいなと7期生ちゃんたちの中学生組で、吸血鬼博多吸血鬼をしてて、
感動しちゃいましたね。そう、めっちゃなんかかっこよかったな。よかったですよね。親私、そうみんな頑張ってましたね。なんかみんなこうやってリハーサルの時とかもこうやって自分が出ない曲とかの時は見たりするんですけど、そうこうやって見てる時にあみんな大きくなったなっていうのは元から知ってたけど、大きくなってるのはそれもなんか改めてこうやってレッスン上で後ろ踊ってる姿を後ろから見た時に思ったけど、なんかダンスとかもめちゃめちゃ上手で、そうなんかすごいってなりました。JC はちびっこです。でもみんなね大人になってきてるから、お姉さんだよみんな。ねえ、わかります、表情管理が大人だったねって。そう、私も大人になってきた。でも髪色とかはありそう。でも割と割かし元から大人だけどね。ね、してましたね、博多の香りダンス。博多の香り。トゥ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 ビビ。私も踊ってみたいんですよね。ビビビの博多の香り。え、嬉しい。今のポーズやめよう。これさらに綺麗になったと思うって、お姉さんになったよって、優しいです、ありがとうございます。ダンスをねしてましたね、レイヤとアキさんと、かっこよかった。めちゃめちゃ楽しみ。私すごいコンサートのセットリストが決まった時からもうずっと楽しみにしてたんですけど、でもう絶対本番も、もう絶対見たいと思ってずっと楽しみにしてたけど、そうでリハの時も見たいと思ってやってたけど、なんか私思い返してみたらリハの時もなんか二人がこうやってリハーサルしてる時なんか見たことないなって思って、あれと思って、見たいと思ったけど見てないなって考えたら、多分恋愛総選挙からあのダンスコンテストの間で会ってるから、多分その次ので頭いっぱいになりすぎて多分ずっと見れてなかったんだなって思いました。あ、次はこの曲だとかやってたら多分バタバタしてて見れてないことに気づいてはっと思って、したらさやっぱ本番はさ衣装着替えたりもするから当たり前にね直接見れなかったから、そこだけはちょっとしょんぼりです。そう楽しみにしてたのでね。でも亀子さんの写真とかがすごいね回って
こうで普通に見てたらあのおすすめみたいなところにその写真がねいっぱい流れてくるの。だからそれを見てあかっこいいなって思いながら、そうなので私みたいに直接見られなかったよって方はアーカイブで見てください。ビビビな肩の香り、ビビビ私も踊りたい。トトトトトトン覚えてから頑張る。楽しかったですね、文化祭のコンサートね、楽しかった。でもなんかいろんなポイントであ緊張するなっていうのが結構いっぱいあったから、煽りだったり初披露とかこんな時代にもフルでコンサートさせていただけてすごく嬉しかったです。本当にフルバージョンもねなかなか直接皆さんにお見せできる機会は少ないと思うので、でもやっぱりね皆さんからいただいたこの順位で参加させていただくことができたのでこうやって披露できてよかったなってすごく思います。嬉しいですねやっぱり。そうなかなかね全部1番も2番もっていうのはなかなかないから嬉しいです。そうアイアライブの時はフルで披露させていただいたんですけど、ねアオリとかそのこんな時代にとかロンリーサブウェイもありましたし、ダンスコンテストだったり、そうあの司会で恋愛総選挙の司会ドキドキしてました、ちょっとドキドキしながら盛りだくさんでしたね。で夜公演は花さんの卒業コンサートということで、ずっとずっとずっといつもいつもですけれどもずっとなんかいつもよりもさらにキラキラでニコニコの花さんを近くで見られてとてもなんか素敵な時間でしたね本当に。ね卒業ドレスもすごいね花さんもうめちゃめちゃ花さんに似合われてたドレスだったし、ずっとあとっても可愛かったです本当に。花さんはすごい優しくしてくださっていたので、そうでもでも花さんと一緒に活動できたこともですし、でもそれ以上に花さんとこうやって出会えたのがすごい私の中で大きかったなっていうふうにとても思いますね。そうね、そうメールにね書かせていただいたのでそれがちょっと気持ちなのでお願いします。それでそうすごいね本当に大好きなので、でもそうチームが違うのでなんかなんだかなんとなく実感しないままなんだろうなって思っちゃうけど、でもね今までたく
さん優しさをいただいたので、そう、それをね、私たちもそんな人であれるように、そう、花さんのようにではなれないかもだけども、そうね、そういう素敵な人に私もなれたらいいなってはすごく思います。うん、ねえ、優しいですよね、本当に。わざわざ出たいって言ってくださって、アンビシャスヒーローも出てくださいましたし、うん、とにかく大好きで大好きで、すごく素敵で、たくさん尊敬させていただく部分も本当にたくさんありますし、私にとっても多分みんなにとってもなんですけど、すごく大きな存在です。これからもずっと永遠にずっとですね。すごい可愛くて、ずっと、もうずっと素敵な空間でした。いつかひーちゃんに憧れて入ってくる子がいるんだよ、きっと。って、うん、いつかいるかな。いてくれたらね、嬉しいですけどね。まあ HKT を好きでいてくれる子だったら誰でも嬉しいですね。でもやっぱり、じゃあいつか現れたらみんなで拍手しましょう、一緒に。憧れて入ってくる人ができました、おめでとうってしましょうね、みんなで拍手。私も拍手。そう、優しいですしようねって、こうやってね、しましょうそう、私はね、やっぱりこの HKT が好きでこのグループに入らせてもらって今活動させてもらってるので、やっぱりね、今まで先輩方がたくさん、ね、一緒に活動の時期は被ってない先輩方もたくさんいらっしゃいますし、でもそのたくさんいらっしゃる先輩方がずっとつないできてくださったおかげで今の HKT もあるので、私たちも頑張らないといけないなというふうには思いますね、やっぱり。そう、できることは考えると難しいけど、とりあえずは自分にできることを探して、もう後輩ちゃんもできましたし、私たちね、6期生しっかり頑張っていけたらなというふうに思います。嬉しい、うん、昔も今も大好きだよって、ありがとうございます。ななきちゃんと仲良くなった子いる？でも今日とか
もうだけど、石井あやねちゃんとちょっとずつお話しするようになったかもしれません。そう、なんかね、そのコンサートの時とかのなんかの合間とかで、今日もその募金活動させていただいた時に一緒だったので、そう、ちょこちょこお話ししたりするかな。で、そうだ、あとね、コンサート終わってから、そう、写真撮りましょうって言ってくれて、そう、誘ってくれて、それが嬉しかったですね。そしたらさ、さあやさんとも3人で撮りたいですって言ってくれて、そう、色を集結させてくれました。うん、撮ってくれました。中野みなみちゃんも、あ、中野みなみちゃんもね、なんかコンサートのリハーサルの時にこうやって待って、なんか時間、今自分が出る曲じゃないかな、待機っていうか待ってたら、でキョロキョロしてたらパッと目があって、したら、そう、一瞬目があったんですよ。したらね、ニコニコしな、ニヤニヤしながら私の方に近づいて来ましたね。でちょっとお話しました。あんまりそういう経験がなかったからそう、ドキッとしました。ちょっと逃げちゃったトル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 、そんな感じでコンサートの出来事でした確かにね、彩りで何かできたらいいね。そうですね、小田さんとさやまるさんが卒業される前にね、こうやって私たち、さあちゃんと私も呼んでくれて一緒に配信とかさせていただいたので、私たちもね、できたらいいなって思いますね。卒業される時にね、お二人が卒業される時に、もしこれからあの色の名前ついた子が入ってきたら、一緒の仲間に入れてあげてって言ってくださって、そうだから何かできたらいいなって思います。そうですね、今日は希望のつぼみ公演の初日から丸1年が経った日だそうです。すごいな、1年だって。どんな気持ちですか多分絶対私が言うべきだけど、どういう気持ちかは。私は不思議な感じ、そう、初日から1年なんです。なんかいろいろ、その初日とかから今日までのこの1年は本当にいろんなことがありすぎて、本当にいろんなことがあったから、なんかそっかと思って、でも1年間、この1年間で、そう、1年前はできなかったこととか、なんだろう、少しずつできることを増やしていけたのかなとも思うし、ちょっとずつではあるかもだけど、うん、レベルアップはできてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ね、
でもあの時は本当に多分みんなだけどすごいもう必死すぎてただただ必死にっていうのがだったから、そうね、もうがむしゃらにっていう言葉が本当にその時期を表す言葉かなってすごく思いますね。えなんか不思議です、1年だって。うん、嬉しい。またなんかリバイバルでいつかしてほしいってね、いつかねできたら嬉しいですね。そんな感じの10月1日でしたもう10月ってやばいですよね。10月ってやばい、やばくない？そうなの、あともう2ヶ月で2024が終わるの。2025年って何すごくないですか。でもそれ2023年の時にも言ってたんですかね。すごい、時の流れとはすごいわ。2025って割と私まだ2015年の響きも割と最近もいけるかもしれないくらいにある。びっくりです、びっくりですが、これからあのたくさん楽しいこともありますのでね。周年もありますしね、コンサート決まりましたし、楽しいことはいっぱいあります。2024年もまだあるから一緒に楽しみましょう。よろしくお願いしますじゃあ今日のそうブースティーの祭りも、ブースティー祭りもありますし、今年の周年バイトかな、違うでしょさすがにじゃあ今日のランキングを読みますね。13位ひろっちさん、12位たもつさん、11位なっちゃんさん、10位ゆうゆうさん、9位ガスさん、8位ともちゃんさん、7位ひるけんさん、6位みんなみくさん、5位太陽さん、4位憂鬱なバラさん、3位水色さん、2位ビーバーさん、そして1位はたけさんでした。今日も配信を見てくださってありがとうございました。それではおやすみなさい、ありがとうございました。バイバイ。